はい、ないんですか今週はね、だからまあ今年はいろいろとトレードの話がすごく多いってか、なんか去年がそんなに動かなかったじゃないですか。そこまで大きなトレードが、うん、あの目立つトレードとか FA とかって、まあ、FA とかまああったんですけど、そこまでっていう感じだったんですけど、今年は結構目立つと言いますかね。例えば FA にしたって、うん、あの西武の森友哉と日本ハムの近藤というですね、うん、まあ、ある意味そのチームの主力級が、うん、FA 宣言して、さあどうなるみたいな感じになってますし、で例えばまあ日本ハムだと結構3回ぐらいもうね、かなりあのトレードをやったりとかしてですね、うん、そうで、あとジャイアンツもあれ松田ね、そうなんですよ、今日松田がね、ジャイアンツ決まったみたいですよね。決まったんだ、なんか大物がっていう、なんかベテランが来るっていうのだけ見てたんですよ。うん、そうなんですけど、ただね、森がどこ行くんだろうね。まあ、オリかな、どこですかね。 WBC はね、なんか今回試合があったから、はい、終わって多分これからなんだろうけど、オリックスね、確かにまあ頓宮をねキャッチャーに、うん、あの入れ、頓宮っていうあのオリックスに、うん、あの内野手で入ったんだけども、うん、キャッチャーにコンバートして、うん、まあ、今年まあ10本打ったのかな、うん、ホームラン打って、まあ、打てるキャッチャーとして、うん、まあ、覚醒中の頓宮がいるんですけど、うん、まあ、そのなんていうんですかね、穴といいますか、やっぱりキャッチャーでっていう風なことなんでしょうかね、森をね取りたいんですかね、うんうん、実際ね、ジャイアンツも欲しいだろうね。ジャイアンツもね、大城がねいるっちゃいますけど、うん、うん、どうですかね、小林誠司が試合出れなくなっちゃいますよ。まあ1割6分じゃね、やっぱり打力が全く違いますからね。阪神はないのかな。阪神は一切、だもう岡田さんがだってもう年寄りいらんっつって、年寄りっつっても森そんなに年いってませんけどね、あ、うん、年寄りいらんって言ってるぐらいだから、まあ梅野と坂本で行くんですかね、うん、まだでもキャッチャーの打力がな、阪神もそこまで強いわけじゃないからね、うん、本当は森の打てるね、打てるキャッチャーはどこのチームも欲しいわけでね、うん、でですね、その日本ハムとジャイアンツの、まあ、そのトレードっていうか戦力補強の、うん、まあ、違いというのがすごくこう、なんて言ったらいいんだろう、大きく違うなっていうのが、うん、まあ、とにかく、まあ、例えば内野手だったら渡辺亮とか高浜とか、うんうん、あと佐藤ですかね、あそこら辺のもう20代の中盤の内野手を全部削って、うん、あ、そっか、高浜も、高浜も阪神に来ましたからね。あ、阪神、阪神です、はい、うん、でその阪神から29歳の江越と、うん、27歳の斉藤幸也っていう取ってきまして、うんうん、でその、まあ、内野手の、まあ、補強、まあ、佐藤と、まあ、あの西武の山田遥ですね、うん、が入ってきましたと。で昨日かな、うん、あの日ハムキャッチャーの石川遼と、オリックスの斉藤光輝を、はい、うん、入れましたと。でさらには中日を自由契約になりましたアリエル・マルティネスも日ハムが獲得しました。はい、っていう、そう、結構だからそういう意味では積極的にかなりこう動かしてるなっていうイメージですよね。だから年齢分布見ても本当にあの年30以上って本当に少ないですよ、日ハムって。うん、まあ宮西がね、まあ2億円減で契約しましたけど、はい、だから30代以上で今これで見ると6人ぐらいしかいないですよね、まあ、杉谷が辞めちゃったからね。あ、はい、そっか、なんですよね。だからほとんど20代の、うん、本当にこう、そこら辺で固めてきたなって。だから僕はあの星野さんがかなりこう血の入れ替えをしたっていう、あの時の阪神のイメージなんですよ。ああ、なるほどね。あの時もまあ20人ぐらい戦力が入れ替えて、うんうん、で、編成も大変だよ。そうですよ、編成も大変だし、はい、
首を言い渡す代表とかも大変だよね、はい、選手、うん、そうです、うんうん、まあだからそういうのマー君3億円ダウンってなんかでしたけど本当なのあれ、まあ、本人さえ納得というかもう納得すればもう3億円ダウンでも6億でしょ、うんはい、そうですそうです、はい、すごい。どういうこと、うん、どういうことまあ一応 25% 減が上限ですけど、まあ、それを超える 33% 減ってことですよね、うんうんまあ、まあでもほらマー君ってまだヤンキースからもらってるかあんま関係ないんじゃない。まあそうですよね、うんうんはい、そうなんです。お金じゃないんでしょ。でしょうね。もうね、だってヤンキースで20何億だっけね。26億です、はい、だよね。でまだもらいきれてませんので、すごい、はい、しい。藤浪がどこ行くんだろう、はい、どこ行くんでしょうね。まあ海外FAっていうか、まあ、ポスティング万が一、はい、エンゼルスっていうこともあり得るのかな大谷対どうなんですか、ね、どうなんですかね。情報ないのかな。いや何も出てないですか、うん、っていうか一番情報詰めそうな愛子さんでこっちが知るよしないじゃないですか全然わかんないこっち全然そんなわかんないですよ、うん、俺でも160キロ以上170に一番近いと思ってたのが藤波だったんで。ああそうですね、まあ、藤波も体型と足と手足長さとかね、うん、そういう意味ではね、うん、まあ160いったっけな。でも甲子園で159とか出してましたけどね、うん、ただなんか体をうまく使えてないなっていう、うん、だからそこなんですよね、うん、だからその昔はそれこそもう調子のピッチャー対戦しないっていうね定説が昔ありま、うん、あったじゃないですか。そうなんですか。そういえばメジャーにチャレンジするのあと例の山崎も行くんだよね。行くみたいな話してましたね。俺あの子はちょっときついと思うな、うん、正直言うと、うん、まっすぐがやっぱちょっと厳しいもんね。ですよね。ツーシーム、まあ、落ちるボールは通用するかもしれないけど、そればっかり投げるわけじゃないからね。うん、うん、まあ行くとか行かないとかね、いろいろって、うん、だから行かない方がいいと思う俺は、うんうん、なんか期待を持って いた方がいいかなとか思える選手とかいるけど、うん、基本的には日本は野手は本当に行かない方がいいと思う、と私思いますよ、うん、だって筒香も自由契約だし、あともう一人誰だっけな、野手で、日本人野手で誰だ、3人だって今もうフリーエージェントだって、ピッチャー有原もねフリーエージェントになっちゃいましたし、うん、そう、鈴木誠也はね、鈴木誠也はまあね、うん、まあ活躍して、吉田はね俺はちょっと厳しいと思う。まあ吉田もね、レギュラーが取れるかどうかっていう、いやそれ以上に守備、いやだから守備走塁が、うん、そう、まあ上手い選手ではないから、そうなんですよね、うん、厳しいですよね、うん、で基本的にさメジャーはもう評価が高いのか低いのか分かんないけど、はい、未だに30本打ったことないんだよね。誰ホームラン吉田って。あ、吉田、そう、吉田は率は高いんですけど確かに、うん、まあそのあそこ京セラドームっていうのもあるんですけども、うん、にしてもですけどね、確かに30以上ってないですよね、うん、ホームランって。だからそうするとやっぱり、厳しい、評価的にも厳しいよね、うん、評価のランクっていうのも。173って言ってるけど、実際僕、まあ間近に見たことありますけど、173あんのかなって感じですけどね、うん、正直。だから鈴木誠也はね、うん、打てなくても、守備がうまいから、そう守備がそうなんですよ、うん、だから、まだ使ってもらえるっていうね、そうですね、うん、まあ、ライト守備は日本でも評価高かったですかね、うん、UZR 的にもね、うん、だから都合もなかなかやっぱり試合出れないのがそこなんだよね。そうですね、守備がね、うん、で秋山ですらだって帰ってきたじゃないですか、うん、うん、肩弱いからね。そうそこなんですよね。だってさ松井和夫がさアメリカ行ってショートからセカンドにさせられたの、肩が弱いって言われた、あの松井和夫がですよ、松井和夫がって、うん、
だからね、野手はね、てかね、もう身体的ポテンシャルで勝てないよね。もうあのメジャーのショートは化け物ですから本当に。なのでもう日本人の野手が今どう立ち打ちできるかってなかなか。大谷はちょっと別格。まああれは別格ですもん本当に。化け物みたいな、はい。そうですね。だからさ、やっぱ すげえなと思うの。あれもさ、村さんにちょっと近い感じがあるよね。練習休まないっていうもんね。うん、そうです、はい。シーズンオフでも。休まないですよ。本当体がどんどんでかくなっていくもんね。本当にね。もうほぼレスラーに近い体型だよね。そうですよね。まあ、だってメジャーの中でもの、うん、もうひときわでかいっすよ、あの大谷というのは本当に、ね。でもまだ今だって20何歩ですか ?25、6ですか ?8? え、もうそんなになったっけ ?8 で1個下なんで。ああ。8。でもあと2年でしょ、体が成長するなんて言ったら。30ピークなった時にね。うん、で、だんだんと今はまだ肩関節とか柔らかいですけど、だんだんとそういう風に硬さが出てきた時にね。怪我しなきゃいいなと思いますけどね。もうほら大谷って膝も肘も手術してるから、うん、なかなかやっぱり ね、今後も体が大きいイコールすごいメリットもあるけど、うん、やっぱそれと同様にリスクもすごいよね、うん、膝とか首、うん、腰に負担、はい、でかい分だけ、うん、体重重いからね負担かかっちゃうし、だから骨ってその人その人で適正体重っていうのがあるらしいから、はい、その骨に、うん、確かに、うん、だからそれを超えちゃうと、だから一番がそれがもう顕著に出たのが清原だよね。 あれ筋肉ばっかりでかくしちゃって体重増えちゃったじゃん。そうですね。あいつさ、公表よりさ、確かね10キロぐらい太ってたんだよ、うん、成分の時からでかい時、うん、110ぐらいあったって言ってたから、はいはい、でそれがどんどんジャイアンツででかくなって、もっとあったりした、ね、うん、あれ誰だっけ、なんか有名なトレーナーになんか指示してましたよね。あ、ケビン山田。ああそうだそうだ、あれだってレスラーじゃん、そこのジム。そうそうそう、一回行ったことあるけど。レスラーが行くジムですよね。もう、まあ、置いてあるマシンがだってもう鳥のささみ四角はねみたいなね、なんかね、もう鳥徹底的に、うん、もうタンパク質だーっつってね。最近だから高校野球で、まあ、特に大阪桐蔭出身のそのプロの選手があまりこうバッティングでプロで活躍できてないっていう話あるじゃないですか。確かに。あれは何が原因なんですかね。俺は日本はアメリカより3年ぐらいいろんな部分で遅れを取ってるなと思ってるのが、うん、要はアメリカでフライボール革命っていう、はい、こう肘をこうやって打ったりとか、うん、はい、する打ち方をアメリカがやり始めたっていうのが日本に入ってきたじゃないですか、うん、はい、だけどアメリカがもうそれではダメだと、はい、三振が多くなるし、まあ、になります。でもう一回元に戻そうみたいな方向に行ってるのに、日本はまだ少年野球とか中学校高校でもこうやって打ってるやつが多いのよ。だからアジャスト力が下がっちゃうんですよ。当たれば金属だから飛んでっちゃう、まあそうですね、パワーがあれば飛んでっちゃうんだけど、確率がすごく下がっちゃう。その傾向がやっぱり正直言うと山川とか、あとオリックスの杉本とかはそうなんですよね、うんうん、変な塾へ杉本は行ってましたからね。はあ、うん、どうなんだろうな、うん、いやだから本当に森友哉以降なんかその大阪桐蔭出身の、まあ、藤原にしても、うんうん、そういった選手がなかなかこう一軍で活躍できない。でもね、まあ俺は思うけど藤原も根尾もね、ポテンシャルはすごいと思うんだけど。いやでしょうね。うん。だからこれって俺は一概にね、はい、そうだとは言い切れないし言いたくもないし、あれなんだけど、行ったチームが間違ったかなって。あ、もっとロッテ中日？もっと自由に。だって、ね、中田もそうだし、
森もそうなんだけど、浅村なんかでもそうだけど、うん、自由に野球やらせてもらったじゃない、まあ、西武はね、確かにね、スイングしてみたいな、うん、山川だって、うん、あれ本当に下手したらコーチがあれだったらスイング直されちゃう感じのところもある中で、うん、そうじゃなくこうね、うん、自由っていう言い方もおかしいんだけど、うん、自分の思った通りに野球をやらせる、うん、だけどなんかさ、ネオにしてもさ、藤原にしてもさ、うん、高校時代のさ雰囲気もバッティングもなくなってきちゃったもんね、うん、かわいそうなぐらい。これはもう高校野球をずっとね見てきた外交さんなんだからこそのあれだ。だから村上なんてさ、高校以上にさ、こうもっとバットをガーッと振っていくようなバッティングになってってるしさ、だからもう安田とかその辺が差が出ちゃうんだよね。まあね、高校までのその比べたらそんなに差があったわけじゃないんだけど、例えば清宮とかね、だから小川さんがもう打てようが打てまいが使い続けたっていう1年間最初のね、ああヤクルトの監督もね、あれがやっぱ大きいと思う、うん、だ坂本だってそうじゃん、原さんが打てようが打てまいが使い続けたのがやっぱ成長につながってるんだけど、そこはありますよね。ネオにしても藤原にしても打てないと変えられちゃうし、で島にファーム行ってこいってだからね、言ってたの、あの前にも言ったことあるんだけど、ネオだ藤原っていうのはね、もうこの捨て舞台で野球やってきた子たちだから、うん、ここにいたら意味がなくなっちゃうのね、うん、ここにいないとダメなの、あいつでここにいると活躍すんのよ、うん、ここじゃ活躍しない選手たちいるのよ、うん、逆もいるの、ここじゃ活躍するんだけどここ行くとダメっていう、うん、だからもう典型なのがジャイアンツにいた大森っていうさ慶応のファームじゃもうあれだよ、天下だよ、はい、ファームに27本打ってて、ホームランを一番行くと打てない、そう、なぜかね、で逆もいるのよ、そういうここのステージじゃないと活躍できないみたいな、だから DeNA にね、うん、大阪桐蔭で入った松尾っていうキャッチャーでしたっけ、確か、うん、やっぱ使い続けた方がいいですか、やっぱ最初から。いやだからキャッチャーっていうのはさ、今まで俺が見てきた中で、はい、そのダメでも使い続けたキャッチャーはやっぱ育ってるよね。まあ城島さんしかりね。ね、伊藤勤もそうだし、甲斐とかでもそうでしょ。まあね。うん、あの辺古田でもそうだけど、その使い続けたっていう、うん、その中で失敗しながらこうね覚えていくっていう。うん、だって工藤さ、あいつ本当ふざけてんのかな、城島がサイン出してこれみたいな感じで、あの YouTube で検索してください、首振りながら投げてたもんね、あの城島があのカーブのサインを出す、普通はそんなあのバッテリー感だけで分かる話でしょ、それを工藤さんがそのサインを見て、えカーブ投げさせんのここでみたいな振りをバッターがいるまでやるんですよ、でそこでカーブ投げて打たれて、なんでだって感じでね、いう YouTube が残ってますので見てください。まあ中村たけしね、たけしもそうよね、もう殴られながらもうまあ今だとね多分あるでしょうけど、それでも使い続けて育ったキャッチャーだしね、やっぱキャッチャーってやっぱそうだと思う、まあキャッチャーに限らずだけどね、まあ来年ね、ランナーがいたら15秒だっけ、ああそれね、いな、ランナーがいないと15秒だから、うん、もうそうなんです、もうあれじゃないですかね、もうソフトボール並みにあれ出るんですかね、あの数字が、うん、ソフトボールって出るでしょ、あ出るんですか、出る出る出る、ソフトボールってあのバックネットとかスコアボードにその投球間の秒数ちゃんと出る、うん、俺ね一つね先生に今日来たら聞こうと思ったのが、そのねメジャーの今度投球間隔の、はい、やつが15秒20秒っていうルールがあって、あの牽制も 3つ以上しちゃいけないっていうルールになったでしょ、あなったんですか、そうそうそう、牽制も無駄な検査しちゃいけないみたいな、うん、ってことは万が一3つしたら4つ目は検査がないから簡単に走れちゃうんじゃねえかって、いや行くでしょそれは、なんかやだそれ
いやもうそういうことですよね、うん、だから密集しない方がいいっていう、そう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 、うん、これはどうなんだろうとか思って、なんかやたら外国人ピッチャーで、はい、もうアホみたいに牽制するピッチャーも日本でもいたから、もういいよっていう分かったからもういいよっていうぐらいしつこいのもいたりするから、まあ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 、あーベースもなんか大きくなるとは言ってるよね。いやそれは安全面をするとね、で持ってて野球もダブルベースしていいんじゃないですかね。もう俺ね、だから、ね、だから一塁ね、うん、ファーストベースってあのよくわかんない野球のもう今までのルールで、はい、その3フィートライン走んない、ここの中走りなさいよっていうラインがあるのにもかかわらず、はい、あのインフィールドにベースがあるっていう、はい、どうやって走れよそうそうそう、ね、だって古田なんて右バッターって大体ファーストにバントとかして走ってたら大体インフィールド走ってるのね、まあでまあ、そう知らないと最短距離なんですか、あいつ間に合わないと思ったらランナーになぶつけるな、あ、はいはい、そうするとあの守備妨害になっちゃう、インフィールドに走ってるから、だって前なんだっけな、頭いい、うん、あの阪神の西岡だっけな、うん、西岡だっけ、西岡剛が内野ゴロだっつってそれがすごい中に入って走ってそれが守備妨害取られたかなんか3フィートアウトでなんかアウトになってそれでクライマックス終わったみたいなのありましたよね、うん、確かね、それとかね、だったらソフトボールと一緒で、うん、あの3フィートラインのところにベース置いとけよって、まあそうそうそう、うん、あで、あの日本ハムの球場があれどうなんですか、規定違反だとかって言ってんだけど、あれって相当昔のルールみたいね、えじゃなくてあのだってホームベースから 18m かなんかでしょ、そうそうそう、バックネットがそれが 18m ないんでしょ、ないです、15です、うん、はい、てかあれ半年前から言ってたんですけどね、うん、半年前から 15m 売りですって言ってる時に誰も突っ込まなかったんだろうな、でなんで今更言ってんのって感じがするんですけど、うん、でさらに言うとメジャーであれ守ってる球場ほとんどないですよ、だってあのシカゴの球場なんてひどいでしょ、はい、えれ近いよね、近いですよ、あのなんかバックネットの下がさ、うん、レンガみたいになってるじゃない、うん、でこれがです、まあ、今コメント誤訳の可能性があるんですよね、誤訳、うん、つまりまあ、日本の野球のルールっていうのは公認野球規則っていうのはあれメジャーリーグのあのを訳してこうなってるんですけど、実はそのフィールドに関するルールでそのホームベースからその障害物までの距離は60フィート18.2何何メートルがレコメンディットって書いてあるんですよ、レコメンディットってのはこれ推奨するって意味なんです、これが望ましいって意味なんですよ、だけど日本で訳した時にその60フィートを必要とするっていうふうに書いちゃってるんですよね、うんうんうん、だから必要とするっていう日本語の場合はアメリカのあれを日本が変な風に訳しちゃったから、そう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 、でもうでも今更さどうするんですかね、あれ、まあ、もしやるんだったらあのバックネット取っ払って席を減らしてフェンスを下げるしかないの、ね、今のところね、まあただまあ一番楽なのは日本の野球規則を書き換えることです、うんうん、それで終わりです、それか、ホームベースをずらして少しレフトラインラインを引きずまたもう一回行かなきゃいけないのせっかく引いた芝また削ってとか面倒くさい、人工芝でしょ、あ自然天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 然だ、天然ですよ、天然ですよ、だからもう無理でしょうそれはだからもうそれは単純に規則変えればいいだけの話ですよ、規則を普通にレコメンディットを望ましいにするだけでもう終わりです、ね、なんか他のスポーツだったらちょっとこう差異がある場合はもともとのその国のものを採用するみたいな一言加えられてるっていうのも、うん、たださ、うん、あの野球だけなんだよあのスポーツの中で、うん、あの全てが一緒じゃないの、いやでも実はサッカーとかラグビーも全部一緒ですよ、いやだからラグビーとかだって一応はこういやいやいや結構あればらついてんすよ実は、あだからそれは、うん、だからルール上はこう一応、うん、何フィート何フィートっていうふうに、まあ何メートルね、決まってるじゃないですか、けど野球ってそこの、うん、だから
90あのベイスターズの横浜スタジオみたいに90メーターもないような球場もあればかっちり100メートルの、そういう意味で言うと日本の公式公認野球規則で言うと横浜スタジアムのフェンスは前出過ぎなんですよ。90ないから、うん、80そうそうだからないから、うん、だったら横浜スタジアムだって中田が自分で言ってたんでしょ、日ハムにいた時にさ、うん、札幌ドームじゃなかった俺ホームランを取れたっていう、そう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 ですよ、そりゃそうですよ、さ、日ハムの選手はそりゃハンデですよ、あんな広い球場、ホームランも取れるも取れないです、あんなだからあそこもそうじゃない、あの名古屋も、名古屋もでかすぎて、名古屋もね、打球あんま飛ばねえんだ、あそこ、そうそう、飛ばないしね、うん、飛ばないし、広いしね、神宮なんて打ち下ろしだから、そうそうそう、結構ライナーでも入っちゃうからさ、入っちゃう、そうそうそう、うん、そうなんですよね。まあ一応念のためと言いますと、一応あの村上のホームランもギリギリ入った2本だけですから、うん、まああと一応画像見返したんですけど、うん、あの神宮以外でもう全部入ってます、ご覧で2本以外は、はい、2本最初1号と3号がちょっとギリギリだったの、結構神宮の あれは多分他の球場だと入んねえなってなんですけど、うん、多分それ以降のホームランは神宮の打球見てても、うん、あこれはどの球場でも入るやつだ、入るわっていう球場のあの打球だったんで、はい、まあそういうことなんで、まあ全然今はね、ただ神宮だから村上って、はい、まあすごいんだけど、はい、あの球を上げて飛ばせるっていう能力が高いんだけど、はい、飛距離に関しては、うん、あの言うほどじゃないよね。松井とかあの辺のが全然飛ぶ、まあ佐藤輝明とかね、うん、そう当たれば飛ぶという意味ではそうですよね、うん、だ飛距離ランキングで言うとそんなに上位じゃない、ただあのフェンスを越える打球を打つ能力がすっごい高い、まあそうなんですね、うん、でしかもね、左バッターなのにレフト方向にもね、うん、10本くらい打ってるわけでしょ、うん、だそういう意味だ、そうだから村上ってバンテリンでも打ってるし、うん、ズムズム打ってるし、甲子園でも打ってるから、あいつそういえばさ、なんだっけ、3億になったのは家、あ家3億になりました、はい、そうだよね、でしょうね、だって1億、都内で1億って言ったら、だから犬小屋になっちゃうからそう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 っていうのが多分あのオープンハウスの多分いろんなところに突っ込まれたんでしょうね、東京で1億やみたいなね、うん、なって、じゃあ3億みたいな感じになったんでしょうけどねそう、打率が高いのがすごいっていうけど、うん、だけどでも、うん、確かに率で言うと今までの首位打者の率から言うとちょっと低い、まあそれは今年はちょっとね、他のセ・リーグのバッターが3人だっけ、そうなんです、パ・リーグ、そうそうそう、3割以上はね、ね、うん、そうなんですよ。で、まあ、俺は落合博満の三冠王の時ってあれだって3割5分ぐらい、もう本当にダントツ、ね、うん、まあ、村上の場合も打点とホームランダントツだけどね、まあ本当ギリ打率が本当大島と僅差になったぐらいですけども、うん、でもそれでもな、すごいですけどね、そういう意味ではね、うん、うん、でもなんかやっぱすごいなと思ったのが、今回 WBC の、ね、はい、練習試合っていうか、はい、あの走行試合じゃねえや、そういう試合でも4本ホームラン打ってるんでしょ、あれ。そうですよ、4試合、あ、6試合で4本、うん、だっけ、いや4試合で4本、4本だっけ、うんうん、まあ東京ドームがほとんどとはいえね、うん、でもまあでもあのさ、でかい札幌ドーム打ってますからね、うん、すごいよね、いやすごいですよね、これね、もう楽天監督変わるかなと思ったら変わんないんだ、ね、変わらなかったですね、うん、だって何年目だっけ、2年目、うん、オコエはどうなったの、ああどうなったんですかね、なんかもうラストチャンスだぐらいのこと言われてた、戦力外云々とか言ってたんだけど、戦力外の話とか出てないでしょ多分、え、楽天は、うん、福山、川島で、森、石田、マーキ、鎌本、水上、鎌田、寺岡、オコエの名前はここにないから、うん、ない、オコエないから契約したんでしょうね、結婚がどうとか、へぇ、再契約っていうか、まあ、うん、戦力外にはなってないですね、うんうん、でも現役ドラフトにはかかりそう、ああなるほどね、もしかしたら
だって年俸5000万以下でしょ多分、うん、だとしたらでも欲しがる足は速いですからね。いやだってさあのほらいろいろもうまあ話が出ちゃってるじゃん、練習ちゃんとやんねえとか、まあ ね、うん、なんかそういうのってもう最近けげん嫌がられるよね、うん、まあね、うん、あの球団から。そうなんですよね、うん、だからそれをだからいや中田がよくジャイアンツに馴染んだなっていうふうに。だってなジャイアンツする球団じゃないですか。だって今そういう球団じゃないですか。どっちかっちゅうと。たださ、監督も監督ジャイアンツってさ、かわいそうなのがさ、よそから来てもさ、ダメだとすぐ捨てるって。それはもう伊能とか梶谷とかそんな感じでしょ、うん、もう。まあ、梶谷の場合は。あの2人はでもしょうがないよ。梶谷の場合も、なんか34なんですけど、うん、だけど、育成契約だっつってんですよ、今。プロテクター外しっていうわけ。そうそうそう、だからってなんですけどね、うん、だって伊能は違うでしょ。あれ伊能は完全に原さんはもう嫌がってるでしょ。そうですね、伊能は完全にもうあの戦力外なんですけど、うん、でトライアウト負けましたしねこの前ね。ああ、はい、いやあれ結果いつ分かるんでしたっけ。分かんない、もうすぐに分かる、うん、それはだって全然あれは個人の電話にかかってくるから、うん、まあ、だからすぐに決まる場合もあるし、うん、もう 何ヶ月先もあるし、だからそれは分かんないですね。いつという期限はないわけですからね。まあトライアウト参加してみたいな。この後に及んでインスタが解説したのいいなんで、YouTuber とかになる、うん、インスタだっつってドラゴンズはさ、はい、中村のりはあのクビになるのかなと思ったら、あれ2年契約か3年契約でもしてんのかね。どうなんですかね。中日はそうですね、うん、うん、そうね。ただ春コーチが退任なんですね。そうだねまあちょっと春コーチはね、あの日ハム戦でのねあれがちょっと話題になっちゃうよ ね、 あれが表出ちゃうと ね、 ねなるほどね、うん、でもまあ来年はさ、はい、立浪監督も結果出さないとっていうところになっちゃうもんね、うん、いやだって中日も紙一重なんですよね、うん、正直なところ、ね、でもピッチャーはいいじゃん。ピッチャーめちゃめちゃいいですよ、うん、だってまずまあ大野と柳がか、うん、もう柱じゃないですか。でプラスまあ小笠原だったりとか、うん、高橋宏斗とかっていう。高橋いいよね。高橋はめちゃめちゃいいです ね、 ね。いや本当にイニング数さえ足りてれば本当新人王候補になってた可能性ありますよね、うん、ちょっと規定回数と足りなかったから、うん、まああれなんですけど、まあ多分まあ今年のセ・リーグ新人王は大勢だと思うんですけどもね。まあまあね。いやそれは37セーブしたら新人王取らせるでしょそれは。だけどそれ度外しても高橋宏斗のあの奪三振能力がすごいし、うん、まあそれ見込んで今回もね WBC だって村上にまっすぐ勝負してたもんね。いやしかもだってスライダー一球も投げませんからね、うん、カットボールとチェンジアップ、あ、チェンジアップだっけな、なんか、うん、で、もう来年化ける可能性があるよね。いや、エースとエースいやなるでしょう、もう本当に、うん、アンクラいけばね。だからそういう意味では柱4本ありますからね、中日はね。たださ、だからドラゴンズは得点力よ、うん、はい、そこです、問題はそこです。本当に、はい、得点力です。なんとかなんないの。鵜飼とかああいう風なね、うん、石川とかああいう風な長距離砲が待たれるわけですよね、うん、まああとは外国人選手だよね。でもアリエル・マルティネスリリースしちゃいましたからね。 あれなんでアリエルリリースしちゃったんだろうと思って日ハム引き寝ようは。でも本当ずっとピッチャーで使うつもりなのあれ、うん、じゃないですか、うん、よくわかんないけど。だからそれこそセリーグだからね、9番バッターでネオがいるっていうの大きいんですけどね。まあ。って考えるかどっちかでしょうね。うん、キャッチャーやりたいの。はい。誰が。嘘でしょ。でもキャッチャーもいないからな、中日な、確かにな。そうなんですよ、キャッチャーもね。なんか石橋とかっていうね、すごい有望視されてるキャッチャーいますけどね。うん、それこそ使い続けてほしいなと思いますけどね、石橋とかね。だからさ、結局さ、今回もさ、ドラゴンズもそうだしさ、うん、
あのロッテなんかもそうなんだけど、シーズンさ、うん、結局ダメだったわけじゃん、はい、だったら育てろよって。まあね本当に来年つながる選手を育てろよってちょっと思っちゃったりもするよね、うんうん、でもね、戦績見るとですね、実は中日ってヤクルトと広島に勝ち越してるんですよね、うん、あだから残りの3球団にボロ負けしてるから最下位になったんでね、うん、そういう意味ではそれがちょこっとひっくり返るだけで全然順位が変わってくるみたいなね、うん、なるし、まあね、ねえ、タツがテラス作ってくれって言ったら拒否されたんでしょ。そう、だからどういう理由なのかちょっと分かんないけどね。だからあれなんですよ、その、うん、今のもう経営の主流は自前の球場なんですよ、だから、うん、まあね、だからあれはもう名古屋ドームは中日の持ち物じゃないんですよ、だからそこでやれって言うとやんないわけでしょ、うん、それで焼けさせて作ったのが日ハムじゃないですか、エスコンフィールド。まあね、あそこあのリース料も高いし、めっちゃ高いし、うん、でなんかコンサートがあるっつったら用語全部取っ払わなきゃいけない、うん、とかね、あれでもあれで相当なマイナスになるらしいね、日ハム抜けて。そりゃそうでしょう、だって、うん、60何試合ドルバック。でもね、最初はね、うん、大丈夫だぐらいに思ってたらしいよ、あの抜けても、うん、だけどよくよくなんか計算とかいろいろちゃんとしたら、うん、もうかなりのマイナスを食っちゃうんでしょあれ、うん、だから無用の長物みたいなさまあイベントばっかやってるわけにいかないじゃない、あんなとこでいや、そうそう、まあだから今回もね、札幌ドームで、あのね、日本戦やりましたけど、うん、だからさ、でも今度のところってさ、はい、まるっきり本当なんもないようなところでさ、札幌からえらい遠いんだよね。車で30分、うん、でも僕行きましたけど、そこまで遠い感覚はなかった。だからなんもないとこじゃん、あれ。あのドームができて、ドームの周りはなんかさ、うん、なんだっけ、野球見れるマンションみたいな、なんか、うん、なんか分かんないけど、今たどりますね、はい。でも線路近いですよ、めっちゃん線路近いんで、うん、駅さえできればそこを発展するでしょうね。だから、まあ、駅も誘致するみたいですし、で、まあ、北広島の駅からはまあ歩いて30分ですけど、うん、でもそんなに遠いイメージなかったですよ、うん、実際行きまして行って写真とか撮って、うん、そこまで見るとすごい遠く感じますよね。だけどまあ北海道にしたら近いですよ、あの距離は正直。そうなん、うん、で面白いですよ、だから行ってみたい。北広島って本当いろんなのを誘致してて、例えばアウトレットとかも北広島誘致してて、結構だそういう風なお客さんをね、こう呼ぼうとするっていう、その自治体のなんかね、考えがすごい。しかも面白いのは、本当に札幌と北広島、市境の、うん、北広島側に大きなアウトレットがあるんですよ、うん、だからその収入って北広島のものだから、都市とかね、うん、だからそういう意味では北広島の今の、うん、そういう街づくりって面白いなと思いながら見てますけどね、うん、でしかも駅ができればアクセスめちゃくちゃ良くなりますしね。でそう、札幌ホームなんですけど、うん、やっぱり J リーグだけだと無理でしょ、うん、でしょ、うん、でそれでかあの挽回策として札幌五輪呼ぼうとしてるわけじゃないですか、うん、無理だっつうの本当にいや無理っていうよりはもうだからあそこはね、打ちっぱなしかなんかに開放した方がいい立派な打ちっぱなしだないやだから神宮第二みたいなさ普段は打ちっぱなしで、うん、あ、打ちっぱなし思い出した、あの楽天生命パークっていう仙台の野球場あるじゃないですか、はいはい、うん、なんか5日間限定でゴルフ場になるらしいですよ。へー、なんかいや、札幌ドームって一回ドラゴン大会やったことあるんだよセンターぶち切れて嫌いからな、ありますね、うん、そうなんだ、日ハムは来年どうなんだろう、まあでも去年、だから去年のセリーグの順位あるじゃないですか、うんうん、で、その順位の、うん、去年だから DeNA 最下位だったでしょ、うん、でその DeNA が2位にぐっと上がって他の球団が1個下がったような状況なんですよ、セ・リーグって、うんうんうん、だからまあ日ハムもあながちそのなんていうの、まあ2年連続再開っていうことはないだろうなっていう感覚はありますけどね。あ、うん、まあだけどさすがに、うん、今年みたいな野球をやってたら、あ、それは多分やんないと思いますよ、あんなことやる、うん、
あれやってたら多分選手も疲弊しますからね、それはね。まあね、近藤がね、ああやってね、なんかどうなんですか、近藤情報とはないんですか。全然ない、全然ないですか、うん、近藤のどこに行きやすいとか、ね、それないですか。でも六本木で飲んでそう。え、結婚してましたっけ、近藤って。セリーグ、しました、しました、はい、セリーグ来てほしいよね。でもセリーグのあれないっすよね、話が全然、オファーの話がね。楽天以外のそのパリーグ5球団がどうのこうのあるけど、セリーグはどこもやっぱあれですか、守らせるのがきついと思ってるんですかね、外野手として。また新庄監督も一応近藤は DH だって言い方してたから、やっぱ守りにそんなに信頼感置いてないんだろうなって感じですよね。だから吉田みたいなもんだよね。まあね、結局そうなる。だから使いどころが難しそうですよ。だから DH で近藤っていうのは確か率は高いけども、うん、でも DH の役目ってそれかみたいなね、ことでしょう。まあでもどこだろう、ロッテとか取るのかな。まあ、ロッテも一応手を挙げてますよね、うんうん。まあ、ロッテも確か欲しいですよね今はね、うん、もうレアードも、まあ、マーティもいなくなっちゃいましたし、うん、まあ来年は多分和製のねあれで行くんだろうけども、うん、安田とか井上とかそこら辺を中心に。そうか、ソフトバンクっていう可能性もあるな。いや、それはもう、それはまああるだから、近藤は優勝したいわけじゃない、まあね、強いチームね、うん、っていうとやっぱり可能性、まあ2016年は優勝してますけどね。まあでもそれでもまあ離れてますからね、今優勝からね、うんうん。キャッチャーというと、まあ確かにキャッチャー入団ですけど、いや無理無理無理、うん、まあそういうことで先生、はい、今日は村田兆治さんの話から始まり、ね、はい、うん、でも先生のデータは面白いよね、本当ね、うん、いやいや。でですね、はい、一応アナウンスでございますが、はい、11月の22日の火曜日でございますが、ネイキッドロフト横浜という、はいはい、横浜駅がすごい近いライブハウスで、うん、セーバーカタリックスナイトイン横浜というですね、イベントを開催し、まあ一回ね、愛子さんにもあのロフト、渋谷のロフトの行って、渋谷でね、だから今回は横浜のロフトでございます。はいはいはい。で、まあ横浜なのでベイスターズの話を中心にね、やりまして、で、うん、ゲストはあの大宮アイドルというアイドルグループの渡辺彩さんと、うん、で、ベイスターズの、横浜スタジオで、スタジアム DJ をやられてたりとか、あと試合終わった後にその選手にヒーローインタビューする、はいはい、南隼人さんというですね、フリーアナウンサーの方、この方にご出演いただくことになりました。なので、まあ、ベイスターズファンの方はぜひ来ていただきたいですし、うん、まあ、ベイスターズファンじゃなくてもいろんな球団の話もしますんで、うん、もしよろしければぜひ、うん、で配信もやりますんでね、うん、ぜひ、配信チケットの方もね絶賛発売中なんで、ぜひ、はい、そちらの方もご覧いただければと思います。よろしくお願いします。というのと、またなんかちょっとコロナ大発波、そう、新型コロナウイルスの第8波がね、うん、来ると政府がほざいておりますんで、本当に皆さん気をつけてください。皆さん本当お前らがなんとかしろよって話なんだけど本当にね、気をつけながらも良い週末をお過ごしください、はい、ということで、今日はありがとうございました。はい、皆さんまた来週。はい、あ、来週俺休みなんだ。あ、そうなんだ。ええ、じゃあ来週休みです。はい再来週はセグちゃんを呼ぶ予定です。はい